チャンネルクララをご覧の皆さん、こんばんは。バンダと学ぼう武将の鎧の時間でございます。今日は倉山さんに代わりまして、私桜林がお付き合いさせていただきます。バンダ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、武将の鎧なんで、はい、ちょっと倉山さんとまたちょっとノリが違うんでですね、女性で、女性で、はい、甲冑マニアってのあんまりいないと思うでしょ。なんか一時期ね、歴女とかそういうブームがありました。いっぱいいるんですね。あ、そうなんですね。一時期的ではなくて、中には、自分で全部買っちゃって、もちろん新しいやつなんですけど、上から下まで買うと、ちょっといいやつになると5、60万はしますね。いくら安くてもだいたい30万ぐらいなんですけども、高いやつは200万ぐらいいきますけど、ね、それ新しいっていうのは、そう、古民具店とかじゃなくてどういうとこで買えるんですか？これは大河ドラマで8割ぐらいの甲冑を作ってる丸竹産業さんっていうのがですね、鹿児島の方の、鹿児島の仙台市の方にあったりとか、あとその他に、いくつか会社はあるんですけど、ほとんどそこで売ってるものを買ったり、あと、私みたいに鉄板叩いて作ったりですね。鉄板叩いて作ってるやつって私とあと一人二人ぐらいしか知らないんですけど、それでも日本で3人以上いらっしゃるのかと思うと、プロは別なんですけど、プロ5人ぐらいなんですけどね、あとはほとんど最近多いのが段ボールなんかでこう作ってですね、塗り固めて本物みたいに作る。それだとね、軽くていいかもしれないですけど、実際のものは相当重いでしょうね。そうですね、だいたい軽くても15キロぐらいで、こうやって持ったら重たいですけども、はい、体に身につけちゃうとそうでもないんですよ。でもちょっと頭がこうね、肩が凝ったりとかはしますよね、慣れないと。昔のやつだとですね、特に兜なんか重たいんで、鉄砲玉でも弾くようにっていうのは作られてますん で女性なんかでもそういうのを着たまったりとか、あとなんとかのミラージュとかっていう、なんかそういう小説からその時代物に入ってきて、そういう時代末に着たりとかですね、あと着て出てきたりとか、いっぱいいるんです。そういうのが森蘭丸祭りなんていうのはですね、森蘭丸ってあれ男なんですけども、織田信長のお相手してた今でいうホモみたいなところがあって、それが美少年ということで、森蘭丸祭りに来ると、出てくる、そこに出てくる武者の8割ぐらい女の子なんですよ。それでみんな甲冑着たりとか、でミス森蘭丸っていうのが選ばれるんです。ミスすごいんですよ。すごいなんか異様な盛り上がりです。知られざる世界が、そういう世界にもうミス盛り上がりやってるようなところ、私なんか行くと本当のブグマニアなんで完全に浮きますね。そこで浮くっていうのがちょっと本来は違う。日本全体からするとそこのイベントそのものも浮いてるような気も。そんなこと言って失礼ですね。もう完全にそこら辺は浮いてる人たちが集まってて成り立ってるけど、そういうところなんですね。じゃあこの番組をご覧の皆さんもそういうのやっぱりお詳しくて、イベントとか参加されてる方も多い、いや、いないと思います。あ、そうですか。ちょっと私があまりにも素人っぽい話をしてる、なんだこいつ何も分かってないじゃんって今思われてるのではないかという一末の歴史のやっぱり授業とかもですね、年表の年表を縦に読んだりとかですね、人の名前を覚えるのって面白くないんで、その歴史を覚えるときに、その歴史の背景はどうだったのかっていうのを、私も刑事やってたんで、現場っていうのがものすごく大事だし、現場が一番面白いですから、それを歴史をやるんだったら、じゃあ戦国時代の現場といったら戦場ですから、甲冑武具でやろうというのがこの企画なんですね。なるほど。はい、それで私自身もその鉄板叩いて作ったりとかしてますので、こうパッと見た目だけじゃなくて、例えば鎧兜着た時に脇の下どうなってるかって分かんないですよね。裏側どうなってるのか分かんないですから、そうですよね。そこら辺もいろいろお話ししながら進めていこうかなというところなんですよ。はい、はい、ということで今日は、はいはい、今日のお話はですね、福島正則さん、はい、正則さんっていうと変ですけどもこれ豊臣秀吉公の子飼いの武将、ちっちゃい時からですね、加藤清正公とかとですね一緒に兄弟みたいに、子供の時からもう秀吉公のところで育って、でそのまんま武将になって上がっていったと、はい、だから一番秀吉公から見たら一番こう信頼できる人なんですね。息子みたいなもんですから、
それが、まあ、福島正則というふうに名前が出てきて大河ドラマなんかに出てくるとですね、はい、蟹江慶三さんとかですね、なんかああいうあの酒が大好きであの短気であのいつも怒ってばっかりでぶち切れやすいと、ぶち切れやすいというかもう蟹江慶三さん見てるとぶち切れっぱなしなんですけどもそういうキャラのように、あの見えるんですけども、あ実際はちょっと違うんですか、うん、実際はですね、あの、まあ、確かに酒も大好きだったし、飲みすぎて酔っ払って家来に切腹しろって言ったら本当に切腹しちゃって、それで朝になって目が覚めたら家来が死んでるんで、なんだこれはってまたそこでぶち切れたらしいんですけども、誰だこんなことしたのって言ったら、殿が切腹しろって言ったからこうなったんですよって言って、その後大泣きしたとかですね、そういうようなあのエピソードもある方なんですけども、まあ、決してそればっかりではなくてですね、もうそんなんだったら家来ついてきませんから、徳川家が幕府を開いて一番最初に潰したのが福島正則だったんですよ。広島城の城壁だった、あ石垣を勝手に修復したっていうので言いがかりをつけて、それを幕府に届け出たのか、やってなかったと、確か秀忠に言ったんだけども家康には伝わってなかったということで、潰されちゃったんですけども、これが面白い兜をかぶってまして、まあ、この絵のように、ね、はいはい、これはですね、一の谷兜って言ってですね、断崖絶壁を表現してるんだそうなんですよ。これはそういうちょっとこう、はい、上の方が上の方からこれはあの、源義経がですね、はい、鎧鎧越えとかって言いますけども、あの断崖絶壁を馬で駆け下りて、で平家の方はこんな絶壁からは来ないだろうから、あの反対側を見てそっち警戒してりゃいいよって言ったら、その崖の上から降りてきて、あのやっつけたと、非常にその縁起もいいということで、で使うかて使ってるんですね。で今はこの絵よりももっとあのここら辺がこう川かなんかでできてるんで、こう丸まっちゃってるんですね。それとあの銀箔がもうほとんど鉛色になってますので、ただこれ作った時にはもっとピッカピカでアルミ箔みたいな状態だったはずなんですよ。すごくなんか光に反射して、うわーとかなりそうな気が。で大将っていうのは、あの目立たないとダメなんですね。威厳を保つ、ね、威厳もですし、はい、あの前線の兵隊さんも俺が手柄を立てたのを大将は見てるかなと、大将どこにいるのかっていうので非常にこうやっぱ気にしながらやります、ね、どこにいるかが分からないとダメなんですね。そうです、どこにいるかが分からないとダメなんで、はい、うん、それであの、まあ、これ銀箔で、ね、こういうふうになってれば、まあ、よく目立ったし、ただこういうのを被るとなると、あの鉄砲で狙われたりとかですね、目立ちすぎですよね、どう考えても絶対光ってますからね、ここの部分反射して非常に、ね、逆に危なかったこともあるんじゃないかと、だと思いますよね、おそらく。あとピンチになっても、こんな兜かぶってかっこ悪いあの逃げ方はできないんで、なんかこういうあの目立った格好をする武将っていうのはそれなりの覚悟が、あ潔くないとできないということですよね、うん、そうですね、潔さから度胸の良さからですね、それを常に家来に見られてますよね。まあ、そういう理由もあって昔の戦国武将はあのこういうちょっと変わったようなあの被ったりとかですね、してることが多々あるんですけども、でも他福島正則だけなんですかね、こういう、いやだけでもないですね。あそうですか、うん、この頃にはですね、あの全国でも有名なその名物兜っていうのを被った武将っていうのが何人かいてですね、まあ、そのうちの一人なんですけども、でこれですね、実際にこれのレプリカを持ってる人、はい、かぶってお祭りに出てくる人がいるんですよ。でその人に聞いたら、はい、これまず風が強い日に馬に乗るわけにはいかないと首が回っちゃう、危ないですよ、ね、向かい風だとこんなになっちゃうん で、あのまずそれ無理だろうと、あと こっちから横から風が吹くと前向いてたのに首がこっちにこう持ってかれちゃうとかですね、そんな話はしてましたけど、ね、かなり危険な相当、うん、これは首が凝ったりとか、うん、身体的な影響が気になりますけど、かなりきますねこれは、まあ、兜が曲がっちゃうとですね、これ致命的なところもあるんでですね、首こっち向いてるの兜こっち向くとこっち見えなくなりますから取っ組み合った時に相手を捕まえて首を取る時の弱点の一つは、ここのしころっていうのをこうやって引っ張るんですよね。そうすると首はこっち見ててもこっちが見えなくなっちゃいますので、その時に見えない方から刺すっていう、ね、ちょっと生々しいお話ですけど、そういうのも含めて、はい、この一の谷の兜をかぶるっていうのはすごかったなと。
まあ、ちなみにこの兜はもともとは竹中半兵衛さんという人が持ってたんですね、はい、あの軍師あの黒田官兵衛と並ぶ軍師というふうに今言われてますけど、はいはい、ただ随分若いうちに30代ぐらいで亡くなっちゃって、はい、片見分けで黒田あの片見分けで福島正則さんがこれをもらってかぶってたんですけども、この次の次にお話しする黒田長政と喧嘩しちゃったんです、はい、何が原因か分かんないですけども、ええ、で喧嘩した後に仲直りしましょうって言って、はい、兜の取り替えっこをしたんです、でその時にここにかぶってるこの兜は、黒田さんにあって、黒田さんはあのウルトラの父みたいなこんな兜を持ってたのをじゃあこれやるよって言ってもらったんだけども福島さんはあのお家を取り潰しになってしまったんで両方の兜を最終的には黒田長政さんがゲットしたと。はあ、うん、そういうような戦いきさつがありますね。仲直りの印で兜の効果、仲直りの印で兜の効果、あ、そういうのもあるんですね、うん、あるんですね。あ、で黒田さんはこの兜をもらった黒田さんはこれすごく気に入ったみたいでですね、その後もあの自分の肖像画を描くのにそのもらったこの兜を買ったみたいです、そこでお互いこうなんか友情があそうですよね、まあ、いただいたものだからみたいな配慮もあったんでしょうかね、でその後も今度は、はい、その黒田家も代々、うん、あのご先祖様に習った兜を作るんですけども、みんなこの一の谷作ってますね。へえ、結構じゃあ戦うものにとっては非常に価値の高い、うん、形なんですね、うん、自分のシンボルあげちゃうわけですからね、そういうようなあの武将の、はい、そのお付き合いもあったと。わかりました。ということで、はい、そろそろお時間になりましたので、はい、今回はこの辺でまた、はい、次回お楽しみになさってください、はい。